こんにちは、浮間 JP です。4月のニュースをお伝えします。4月1日浮間の伝統行事お獅子様が行われました。重さ45キロの神輿を2人で担ぎ、依頼のあった家を1日かけて巡回し安全祈願をしました。4月1日浮間公園で第31回船戸桜祭りが行われ、今年も多くの参加者でにぎわいました。ステージではジャズ歌手のジョー・デイビッドさんによるミニコンサートが行われ、参加者も一緒にダンスをして会場を盛り上げていました。4月6日浮間小学校西浮間小学校で入学式が行われました。平成30年度新入生は浮間小学校112名、西浮間小学校115名です。4月9日浮間中学校で入学式が行われました。平成30年度新入生は112名です。4月12日から25日、浮間ヶ原桜草圃場が公開されました。浮間桜草保存会により育てられた桜草は今年もきれいに咲き揃い、多くの来場者を和ませてくれました。4月18日には雨の中、花川北区長もご来場いただきました。4月21日西浮間小学校で桜草祭りが行われました。一人一鉢で大事に育てています。4月21日西浮間小学校で鯉のぼりが掲揚されました。教職員、PTA、ソフトボール、親父ガッツのメンバーで児童たちの喜ぶ顔を思い浮かべながら晴天の中、心地よい汗をかきました。4月22日、桜草圃場公開に伴い、氷川神社境内で商店会によるお祭りが行われました。会場では、餅つき、抽選会、出店に加え、甘酒が振る舞われました。主催者によると、今年は例年よりさらに参加者が増えたそうです。浮間船戸駅前では西浮間小学校スクールバンドの演奏と教友会による和太鼓の演奏の後、神輿が出発し浮間公園を通り桜草圃場まで練り歩きました。担ぎ手の掛け声に静かな浮間も活気づき、参加者も見学者も楽しい一日を過ごしました。以上、4月のニュースをお伝えしました。